ピンポン。うち今日頑張ろうと思うね。いつも頑張ればあーこいつついてね。冒頭からなんやねんこれ。うっせ、オープニングの最初のワンカットの出番取りやがって脳内ピンク頭。いや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 、冒頭からうるせえな。で、何を頑張るんや、あかねちゃん。ツンデレや。は？ツンデレや。は。ということ？以前うち、ツンデレになるために奮闘したんやが。ああ、なんかそんなこともあったな。最終的に冷蔵庫のベジータになって終わるというオチになってしもて。マジで何言ってんのこいつ。今回は可愛いツンデレを演じて、ゆかり、お前を見返してやるんや。おう、頑張れ。今回は絶対頑張る。ベジータに邪魔なんかさせへん。うちは可愛いツンデレになるんや。でも背中にベジータついてますよ。なんかベジータに取り憑かれた。なんでだよ。ふふ、感謝しろよ。このサイヤ人の王子、ベジータ様が。貴様を飛行のツンデレに仕上げてやる。だからお前にはなりたくねえって言ったばっかやろ。あ、ベジータだ。サインください。はは、可愛い青頭だな。撃つとこ見るか。キャリック砲。おもちゃ見せる感覚でそんなもん撃つなば語れ。よし、早速特訓だ。飛行のツンデレへの道は険しいぞ。覚悟しろ。なんでこいつ仕切ってんの。まずはこいつだ。題して、みんなで楽しくツンデレになろう。重力300倍トレーニング。ツンデレとの関連性が一切見当たらねえ。300倍だと、それだと姉は。12トンになる。やめてー。さらっと体重公表しないでー。ほらー、キリキリ動け。無理、無理、死ぬ。次はこう、こう歯を打ってだな。打てるか。それを曲げて。そもそも打てるか。それを自分の体にぶつけるんだ。死ぬな。カカロットはやってたぞ。それはカカロットの話でしょ。最後はスーパーサイヤ人になる練習だ。いや、うちボイスロイド人なので、ボイスロイド製のボイスロイド人なので。じゃあスーパーボイロ人になれー。どこになれるか。ふ、よくやったな。スーパーサイヤ人にはなれなかったが、貴様のツンデレパワーは今までの10倍にはなっているだろう。通う剣も真っ青やな。ありがとう、師匠。いつの間にそんな関係性に。見返したい相手がいるんだろ。頑張れよ。せやってな、いろいろ教えてくれて、サンキュー、ベジータ。いい話風だけど髪型がすごい気になって話が入ってこない。行くぜ、ヒロユカリ。フルパワーアップしたうちのツンデレよ。お、あんたのことなんか、全然好きじゃないんだからね。はは、バカみてえ。なんだよ、なんだよ、なんだよ。お、スーパーサイヤ人に覚醒しましたね。すげえ嫌な覚醒の仕方やな。ツイッターでもらったリプを紹介するだけのコーナー。このイラストになんて言ってほしいですか。どれどれ、リプをチェックチェック。まずちょっといい、もっと言ってほしい。どっから出てきたの。その程度ですか。圧倒的強者感。今なら何されても反撃できませんね。そこからわちゃわちゃするんですかね。え、そこからわちゃわちゃするんですか。すごい楽しそうだね。あかねちゃん、寝顔かわいい。あ、絶対言わないですね。あ、出るかよ、もう出れてない。何回やっても君が分かれないんだけど。すげーぶち切れてそう。進捗どうですか。やめてー、ドキッとするからやめてー。ありがとう、ありがとう。またやりましょう。せやな、ツイッターでは高性音声ソフトのクリエイターを応援する活動をしております。ぜひ、この機会にチェックしてみてくださいね。リンクは概要欄からどうぞ。バイバイ。